はい、今回はですね、銀座に来ております。今回はこちらのイベントですよね。石渡哲様の偏在する神々っていうような形でイベントを開かせていただいてるんですけども、これ実物見たんですけど、すごいっすね。なんかいろいろ 3D プリンターを駆使してこう組み立てて、で彩色もされてるということなんですけども、造形見てもらいたいんですけど、いろいろ聞きたいこともありますので、実際本日石渡哲さんにですねお越しいただいてますので、こちらでですねちょっとインタビューをですねさせていただきたいなと、いろいろ聞いていきたいなと思いますので、ちょっと中をですね覗いていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回ですね、個展を開いていただけた立体造形作家の石渡哲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いやーでもすごいですね。ありがとうございます。そう言っていただけて、先ほどちょっとお聞きしたんですけども、はい、3D プリンターで作られてる。そうですね。っていう感じなんですよね。まずデータを作成しまして、それを 3D プリンターで出力してこのサイズにしております。ただやっぱり出力してみると、やっぱ思ったのと違うなとか、ここはもっとディティールが必要だなっていう部分があるので、そこはパテなどでディティールを追加して見栄えがするようにしてあります。あ、なるほど。はい。で、彩色もご自分でやられる。そうです。基本的にはプラモ用の塗料を使っているんですが、例えばこちらの変更部分、色が変わってる部分は粉のアイシャドウなどを使って、変更タイプのアイシャドウを使ってそれを合わせて塗ってるというか貼り付けてます。自分でなんかオリジナルをやり始めたのは、8年ぐらい前ですか。で、こういう形になったのは、つい2、3年前ですね。そうなんですね。はい。で、それまではこういう神様っていうものに限定されてなくて、もうちょっとなんかどういうのが作れるんだろうみたいな、クリーチャーのような、まあなんかもうちょっと抽象的な何かみたいなのを作ったんですけど、自分の想像するものが神様っていう枠にはまった、あ、これがやりたかったんだってなったのが2年ぐらい前ですね。もともとそういった何ですかね、この造形だったり彩色の、勉強とかされてたんですか？あ、いえ、もともとプラモが好きで、それをやってたっていう感じです。プラモからのここですか？あ、そうです。そうです。半端ないです。もともと趣味でやってたプラモがある時、なんか誰か人のために役立つって分かったんですよね。で、じゃあ役立てることなんだろうなっていろいろ考えてた結果、オリジナルのものを作るのがベストだっていう結論になった。なるほど。思いつくんですか？なんかひねり出すというか、いくつもラフを描いて、その中からあとはやってみたいモチーフとかってあるんですよね。例えばこちら風神ってなったら、じゃあ雷神がいるじゃないですかみたいなとか、あとは半跏像って、要は足をかけてる像、足を組んでる像を作ってみて、そこのいい点悪い点分かったので、じゃあ次はこうピシッとなんかこう立ってる像にしましょうとか、なんかあくまで自分の技術の中で、あれやりたいこれやりたい、じゃあそれに見合うモチーフは何だろうみたいな。はあ、なるほど。世界観っていうのもこう持たれてるわけですよね。そうですね。ただやっぱ空間的にこちらの方が気分がいいとか、これがあるとピシッと決まるっていうような理由でついてるものもあります。はい。これは何ですかって言われても、まあ一応元ネタ的には知恵をイメージしてますみたいな答え方ができるので、空間的に必要だからある。先ほど申し上げたアイシャドウを、はい、まずその、まあ、スプレーなんですけど、まずクリアの塗料をのせて乾かないうちにふってこう吹きかけるみたいな形でアイシャドウの粉をパッてかぶせるんですよ。そうするとラメみたいな普通に溶かして塗っちゃうとラメみたいな感じでギラついてしまうのがこれだとメタリックな感じになって終わるので、クリアなものと、はい、そうじゃないもののこの混合ありますよね。こういったのも全部 3D プリンターから。そうですね、基本まず全部クリアで出すんですよ、はい、で立体物にした時に一番いいのって透けてるもんだと思いまして、いや立体にした時何が一番面白いのかなと思ったら、その角度によって色が変わるということと、あとは物理的に透けているっていう、はい、そのあとはツヤですね、そういうのが見てて面白いんだろうっていうので、うん、基本的にどこかは必ず透かしたい。少し小さいサイズの可愛いサイズになったものもあるんですけど、おぼろ、稲妻とかあるんですけど、こちらももともとこう、まあ、魂というこういうこの子が一番最初にできたんですけど、可愛いものっていいじゃないですか。いいっすね、可愛いですよね、これね、綺麗ですし、可愛いものを見た時にこうグッとくるあれは可愛いものでしかできないと思ったんで、じゃあやってみようっていうので作ってみました。可愛いもので、そしたらありがたいことにご好評いただけて、なんとか今日まで続けてこれてるって感じですね。可愛らしさもあり、このメカメカ感がありそうですね、どちらもなんか大事にしていきたいなというので、ちょっとメカの部分は残してっていう。なるほど。まああれですか、プラモはやられないですか？あ、たまに作ります。たまに作ります。思い出した時に作ります。どうしてもやっぱりなんか、プラモももともとプラモ好きでやってましたので、たまに思い出したように作ります。まあやっぱ最近はどうしてもこっちの新しいデザインを上げたりとか。なんだかんだずっと作ってるので、今もこうね作品が全部こちらにあるので、新しい作品を作る準備を始めました。昨日。作られてる作品はこちらに。そうですね、ほぼほぼ全部ですね。スペースの都合でもう3体ぐらい載せられなかったのもあるんですが、それで全部になりますね。一点物とかではない。基本一点物です。美術品っていう扱いでお届けしたくてですね。そぐりとはちょっと違う。またちょっと違ったね。やっぱ細かいですもんね。すごい細かい。このかっこいい感じが。でもそぐりもそぐりでやっぱりその型の抜きがとか、その素材がこういう風に合わさってみたいなのをやっぱ専門のその技術っていうのがあると思うので、やっぱりそのいろんな方にこう技術っていうのを広がってるなと。なんか卒業の方の話聞いて、驚くことばっかりなんで、そんな技術どうやるんですかみたいな。すみません、ありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。